料理、クッキング、実食の森林浴。今日はね、納豆と人参の味噌汁。人参の葉っぱね、これ要するにね、そこにも生えてるんだけどね、見えるかな。要するに庭の引き砂利の中に人参が入るというようなことがね、分かって、まあ、これなんで分かったかっていうと、人参の種をそのまま放置しておいたのね、畑の人参の畑で、まあできた人参の葉っぱを、花というか種をね、人参の種をそのまま、まあ収穫して、要するに人参の花を咲かせて種を作って、で、その種を、そのまま放置しといたのよね。種苗法に引っかかるって言って、引っかからないよ。で、それを、ね、まあ別に乾燥させる意味も含めて庭に放置しておいたら、嵐が来て、嵐の時にそのしまうの忘れちゃったのよね、人参の種を。そしたらその人参の種が嵐でもあちこちに飛び散らね、飛び散って、で、そしたらそこら辺のね、こういう敷き砂利ね、そこに生えてるけどね、そういう敷き砂利のところに人参が芽生えたと。え、こんなとこ人参生えてくんのと。それからまあそのいう人参もね、花を咲かせて、種までね、ちゃんと作ってもらって、またこぼれ種、要するに放置しとけばね、種がこぼれるんで、そのこぼれ種からまたこうやってずっとね、毎年ちょこ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 ね、人参が生えてると、敷き砂利の中にね、畑じゃなくて、というような庭になったと。でさすがにね、もう、まあ、普通に食べる人参のね、そのなんつうの、根っこの部分、あそこはね、もう本当にもう硬くて筋っぽくてね、とてもじゃないけど食べられるようなね、人参じゃないのよね。もちろん食べられる、その多分ね、ミキサーにかければペースト状にすれば食べれるのかもしれないけども、ミキサーもなければそんなね、手間かける気もないからね。だからそのまんま、ではとてもじゃないけど、一回食べたんだけど硬くてね、食べれないんで、それで、葉っぱだけ食べようと。葉っぱは全然食べられるんだけどね、ただね、うどんこ病になるのよね、確か。うどんこ病、サビ病じゃないからうどんこ病だよね。うどんこ病になるから、うどんこ病になる前までは食べられると、食べるというか食べられる、食べる気があるけど、もううどんこ病になった人参の葉っぱはさすがに食べる気はしないからね。だからこれはあのローズマリーのドライミルね。そう思って今日はあんまりね、人参の葉っぱ食べる人いないと思うから、まあだったらね、こうやって食べればどうでしょうみたいな感じで、今日は味噌汁にしてみた。あとね、舞茸を入れてね、であとそのなんだ、レモンバームとよもぎ、これが人参の葉っぱ。あの芯のね、葉っぱの芯のあの硬いところは取っちゃって、柔らかいところだけ。全然食べれられる。まずいってしない思わないもんな。感覚おかしくなっちゃったのかな。舞茸と一緒に食べたら美味しいわ。あと万能ネギも入ってる。買っちゃったんでね。
まあ、あとよもぎとレモンバームはねちぎって入れたし、このねローズマリーのドライミルも入ってるから、もう慣れちゃったからもうこういうの、こういう味噌汁がね、普通の味噌汁じゃなくてこういう味噌汁に慣れちゃったから、味噌はねこれちょっとね、ちょっと太めの枝が入って、枝つが、ね、葉っぱの塩ってやつね、うん、大丈夫、硬くない。でこれはもういつも最近ね、もうローズマリーじゃなくて、まあ、ローズマリーのドライミルも入ってるんだけども、よもぎとレモンバームの、ちぎったやつをね入れた、納豆、これはやっぱりね、もうこれからねよもぎだけレモンバームだけっていうのじゃなくてミックスして一緒にね薬味にした方がうまいと思うんで、もうこれからはもう毎日ミックスにしようかとね。どこにでも入るからレモンバームとよもぎは本当にあのね、ただで要するに羽根木とか買う必要がなくなっちゃうんだよね。コバエが出てきたの、コバエ、うん、うまい。でなおかつ記憶力アップ、記憶力アップっていうのはレモンバームで血液浄化、血をきれいにする、まあ血圧の安定っていうのもある、利尿もあるしね、それがよもぎで若返りがローズマリー、この3つこれだけ聞いたらもう絶対食いたくなると思うんだけどね。まあ、本当にその効果がねあるのかないのかっていうのを試すために食べてんだからね。これでボケて老けてボケて老けてボケて高血圧で死んだら一番ボケに効くとは書いてないと思う、あの記憶力アップとは書いてあったけどボケに効くとは書いてない。記憶力アップってなんか記憶力アップするような支障になるようなことあるかな。血液はね、まあ血液検査すればわかると思うし、老けてるか老けてないかっていうのはね、この顔を見ればね、今56でこの顔だから、これがどんどんどうなるかっていう、だから記憶力だよな、記憶力。昨日は静木に行ったでしょ、それからまあ午後は浜松観光ボランティアガイドの、定例会議、まあこれぐらいの記憶力はあるよね。まあやっぱね、ネットバンクでねいろいろとやるようになって、インターネットでねいろんな手続きをできるようになってくると、あの地図銀のね銀行窓口に行って、まあいろいろね、手続きの記入してハンコをして
いろいろ書類揃えて、窓口ね、番号札取って窓口で待って、で呼ばれたらそれ手続きして、でまたその処理をするのを待って、もう何分かかるのよって、本当に20分30分はかかってないから、20分ぐらいかかってんじゃないかなと思うんだけど、本当にバカらしくなるね。本当にもう銀行に行ってそういう手続きをするっていうのがね、ネットで全部できないようにしろよと。まあ、手続きもダイレクトバンクみたいにね、一応ネットでもできるように、大体できるようにはなってるんだけども、まあ、そのネットでもできない手続きをしに、わざわざその窓口までね、昨日は行ったんだけども、まあ本当に。まあ、何をやったかっていうのは、このサブチャンネルね、独り言の森林浴プロデューサー山中慎一郎っていうサブチャンネルでね、喋ってんだけども、まあほんとね、バカかと、ほんと頭使えよってもう言っちゃったもんね、その銀行の行員に お前バカかよ、頭使えよっつって言っちゃったもん、はっきり。まあね、その対応した行員がバカで頭使ってないって言うんじゃないのよ。まあ、その、まあそ、それをいちいちね、その上司に言われて、その上司に言われたことをね、ことづけしてるだけというか、まあ、一応、そいつも頭使わなきゃいけないんだけどね、銀行行員だから。金もらってんだから。でも、その、ね、上司で裏方にいるね、裏方にいる上司に言われたからっつったって、それをそのまま伝えたらバカだろうと思うけども、でもその肝心なのは一番のその元だよね、裏方にいる女よ。あれ30代ぐらいに見たんだけどな、40いってるのかな。要するに行員のね、制服を着てるやつじゃないやつよ、私服で働いてるようなやつよ。だからまあ要するにキャリア組なんだろうね、支店長とか副支店長とか、そういうなんとか部長課長とか、そういうクラスの女だと思うんだけども、お前ほんとバカかよと、ほんとおっきな声で言いたかった、そいつに聞こえるようにおっきな声で言いたかったけどね、聞こえたか聞こえないかぐらいな声でね、まあ一応抑えたけど、お前ほんとお前こんなことやってたらおっきな声出すぞって最後言っちゃったもんね ああダメだね、もう年取ってくると見境なくなってきちゃうから、料理クッキング実食の心理学。